ザハはじめ君。それでは始めたいと思います。玉城知事は、就任直後の前議会でですね、基本姿勢が、垣間見えたような気がしますけれども、知事は日本の生活文化に誇りを持ち、国家の必要性を認め、平和の概念を語り、戦後の日本の歩みを評価し、民主国家を守り、国家の平穏のためには法治国家があると考え、そして国民の生命と財産を守るためにも安保条約を認め、自衛隊を認め、佐古合意は米軍の整理縮小が原点であると認識し、さらに自身の政治スタンスは保守中道であると明言しました。それは私や保守中道政治家と政治スタンスが変わらない、違いが辺野古問題1点だけであると、その一点の違いに大きな矛盾が潜んでいるということが分かりやすくなりました。翁長前知事も知事選出馬に向けてオール沖縄体制を作るために同じことを言っていました。辺野古だけが違うと。しかし翁長前知事は当時県市長会のメンバーに、いくら反対しても国は辺野古移設を止めないから、最後まで反対することがより多くの振興策を勝ち取れると市長たちを説得するほどの現実路線でありました。しかしその後、辺野古問題一点に固執し、国との関係が悪化し、反政府的な過激発言で必要以上に県民感情を煽り、完全に政治スタンスが真逆に変わってきました。玉城知事は就任後2ヶ月でありますが、私なりに評価すると、対話の重要性を前面に出し、打開策を見出そうとする姿勢が見え、そして県民感情を煽るような過激な発言は今のところは見られません。それが前知事との違いであり、翁長さんではできなかった方法、手法で基地問題を収束へ向かうきっかけを作るべきだと私は期待しております。それが玉城知事の言う新時代沖縄の扉となるのではないかと考えております。それでは始めます。知事の政治姿勢についてであります。安全保障について、知事は日米安保条約と自衛隊を認めているが、今後の安全保障のあり方に対する考え方を伺います。E、日米安保を認めているなら、沖縄県に一定の米軍施設を認めることになるが、知事は今後、すべての米軍基地の撤去を求めないと考えていいか、また許容できる施設の規模を想定しているかを伺います。う、普天間の辺野古移設以外の方法で、基地の過重負担をどのように整理縮小していくのかを伺います。では、取り下げます。丸2、普天間代替施設建設について、知事は辺野古埋め立ての反対理由に、当初、佐古合意で示された撤去可能な施設でないからと答弁しました。平成18年の国と地元首長との基本合意と、日米安全保障協議会2プラス2が現行案で合意した後に、閣議決定した経緯をどのように受け止めているのかを伺います。3、政府との集中協議及び安倍総理との会談について、訪米で得た成果が協議や会談に生かされたか伺います。い、集中協議と会談は平行線で終わり、今後も対話は続くと思いますが、県民に対話の趣旨を示さなければ、対話の形骸化とみなされる。訪米成果も含めて公表すべきではないか。う、国の埋め立ての軟弱地盤対策の変更申請に対する県の対応について伺います。4、知事特命職の職務についてであります。
あ、政策調整官、政策参与の身分と職務文書について伺います。い、県政策調整官が過激な基地妨害活動で有罪判決を受けた刑事被告人に対し支援行動を続けているが、地方法及び公務員の規律から知事の見解を伺います。2、県有財産の活用について、1、県有未利用財産の状況と活用計画について、あ、未利用地の概要と活用計画を伺う。い、未利用地の利活用計画と進捗について伺う。う、処分可能な未利用地の資産評価額を伺う。3、大きい3ですね。台風等の災害に強い電気通信インフラ整備について伺います。丸1、台風24号による停電及び通信不通による被害状況と対策について。あ、台風24号による電気通信網の被害は広域かつ復旧に時間を要した。県はその原因を把握し、問題点を認識しているか伺います。E、電気通信インフラの強靭化対策について伺います。4、那覇広域都市計画の見直しについて。丸1、市街化調整区域、かっこ線引き制度の見直しについて。あ、広域区域内の市町村の見直し要望は把握しているか、把握への取り組みはあるか伺う。い、なぜ那覇広域だけに存在し、その必要性があるのかを伺います。う、線引き制度撤廃は可能か、そして可能となる要件は何かを伺います。5、沖縄県の墓地政策についてであります。丸1、潜在化する個人墓地の現状に対する認識と墓地整理へ向けた考え方について伺います。あ、市町村へ権限移譲後、個人墓地の散在化を止め、整理誘導へ示された県の方針が市町村に浸透しているかを伺います。6は取り下げます。知事、玉城デニー君。ザハはじめ議員のご質問にお答えいたします。知事の政治姿勢についてに関するご質問の中の1の括弧1のあ、安全保障のあり方についてお答えいたします。私は日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制が、これまで我が国および東アジアにおける平和と安定の維持に寄与してきたものと認識をしております。しかしながら、戦後73年を経た現在もなお、国土面積の約 0.6% である本県に約 70.3% の米軍専用施設が存在する状況は異常としか言いようがありません。日本の安全保障が大事であるならば、日本国民全体で考えるべきであり、基地負担も日本全体で担うべきであります。沖縄県としましては、このような基本認識のもと、過重な米軍基地負担の軽減に取り組んでまいります。次に1の括弧3のあ、訪米の成果が協議や会談に生かされたかについてお答えいたします。失礼しました。私はかねてから、辺野古新基地建設問題は、司法ではなく、対話によって解決策を求めていくことが重要と考えております。安倍総理や菅官房長官との面談や、アメリカで国防総省を訪問した際にも、県と日米両政府と3者での協議を求めたところです。先の安倍総理との面談でも、総理から折を見て話し合いの場を設けたいとの話もありました。辺野古新基地建設問題を解決するには、日米両方の当事者と県との話し合いが重要であると考えており、今後も対話によってその解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求めてまいります。その他の質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。知事公室長、池田武邦君。
1、知事の政治姿勢についての括弧1の1、許容できる米軍施設の規模についてお答えします。沖縄21世紀ビジョンにおいては、基地のない平和で豊かな沖縄をあるべき限度の姿としながら基地の整理縮小を進めることとしております。日本の国土面積の約 0.6% の沖縄県に約 70.3% もの米軍専用施設が存在し続ける状況は異常としか言えず、県民は米軍基地に起因する事件、事故、騒音問題等に苦しめ続けられております。県としましては、その解決のためにすでに合意された査考および再編に基づく統合計画で示された基地の整理縮小並びに在沖海兵隊約9000人のグアムを含む国外移転を確実に実施することが重要と考えております。次に1の括弧1のう、普天間飛行場の辺野古移設以外の方法についてお答えします。知事は日米安全保障体制を認める立場でありますが、戦後73年を経た現在もなお国土面積の約 0.6% である本県に 70.3% の米軍専用施設が存在し続ける状況は異常としか言いようがありません。辺野古移設は埋め立て承認から5年が経過しても実施設計すらできておらず、今から実施しても約13年はかかると思われます。日米両政府においては辺野古新基地建設を強引に進めるのではなく、辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわれずに、国際情勢の変化を踏まえ、普天間飛行場の辺野古移設以外の方法について再検討していただきたいと考えております。次に1の括弧2のあ、現行案にかかる経緯の受け止めについてお答えします。平成18年5月11日、当時の稲嶺知事は額賀防衛庁長官と意見交換し、長官との間で政府案を基本とする在沖米軍再編にかかる基本確認書に署名しました。しかし稲嶺元知事は平成18年6月の議会答弁において、県の基本的な考え方とも異なることや、これまでの経緯を踏まえれば沖縄県として容認することはできない旨答弁し、 V 字案への合意を明確に否定しております。平成18年の閣議決定についても稲嶺元知事は、このような閣議決定がなされたことは極めて遺憾とのコメントを発表しております。こうしたことから県としては V 字型案について沖縄県の合意は得られていないものと認識しております。次に1の括弧3の E、集中協議と訪米成果の公表についてお答えします。県では杉田官房副長官とジャハナ副知事による協議を11月9日から28日まで4回にわたって行いました。非公式での1対1の協議により、協議を開いてお互いの考え方を確認し、隔たりのある難しい問題の解決の糸口をつかみたいと考えております。県としましては集中協議においても訪米におきましても記者会見等を随時行い、情報発信に努めているところです。次に3、台風等の災害に強い電気通信インフラ整備についての括弧1の A、停電電話不通の原因と問題点についてお答えします。長時間停電の原因については、沖縄電力によると暴風が長時間かつ広範囲に及んだことにより、送配電設備の破損が広い範囲で相当数発生したためとのことです。また長時間の通信サービス不具合の原因については、NTT 西日本によると土砂崩れや飛来物等で通信ケーブルの切断が発生し、電話やインターネット通信等が利用できない状況が多数発生したためとのことです。このような要因により長時間の停電や通信不通が発生し、県民生活への影響は大きいものと考えております。以上でございます。土木建築部長上原邦貞君。1、知事の政治姿勢についてのご質問のうち、
括弧3のう、軟弱地盤の変更承認申請についてお答えいたします。沖縄防衛局から普天間飛行場代替施設建設事業の軟弱地盤対策に関する変更承認申請が提出された場合には法令にのっとり審査してまいります。次に4、那覇広域都市計画の見直しについてのご質問のうち、括弧1のあ、区域区分に関する市町村の要望についてお答えいたします。県ではおおむね5年ごとに都市計画基礎調査として都市計画区域の人口規模、土地利用、交通量等の現況を調査し、まちづくりの主体である市町村の意向を踏まえ区域区分の見直しを行っております。県としては市町村の要望や相談を踏まえ定金見直しのほか、必要に応じて随時編入も検討しております。現在区域区分のあり方等について市町村の担当者と意見交換を行っているところであります。次に4の括弧1の i、 区域区分の必要性についてお答えいたします。都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分は、人口、産業等の急激な都市集中によってもたらされる都市の過密化、それと同時に都市の郊外への無秩序な拡散を招き、道路、下水道等の必要最低限度の施設さえ備えない劣悪な市街地の形成、これら施設に対する非効率で追随的な投資が余儀なくされるスプロール化の弊害に対処するため、昭和43年の都市計画法制定時に創設された制度であります。合わせて当該区域区分制度は法律本則においてすべての都市計画区域で行うこととしつつ、不足において当分の間人口10万人以上の都市等政令で定めた都市計画区域を対象に実施することとしておりました。このようなことから、復帰当時人口10万人以上であった那覇市を中心とする那覇広域都市計画区域については、昭和49年8月に区域区分を決定しております。人口増加が当面見込まれる那覇広域都市計画区域においては、区域区分制度はスプロール対策として有効であることから継続しているものであります。次に4の括弧1のう、区域区分の廃止についてお答えいたします。区域区分を廃止した場合、基盤が整っていない地域へのばら立ち、いわゆるスプロール等をはじめとしたさまざまな問題が懸念されることから、これらの課題へ対応しつつ土地利用をどのようにコントロールするか、市町村の考えが最も重要であると考えております。現在区域区分のあり方等について市町村の担当者と意見交換を行っているところであり、引き続き市町村の要望や相談に適切に対応してまいります。以上でございます。総務部長金城博正君。1、知事の政治姿勢についてのご質問の中の、括弧4のは、政策調整官及び政策参与の身分と職務についてお答えします。政策調整官は、基地問題をはじめとする高度な政策判断及び困難な、対外折衝等を要する重要な政策課題について、庁内の調整及び国等関係機関との調整など、知事が特に命ずる重要事項を処理することとしております。また、その身分は任期の定めのある一般職の地方公務員で、勤務時間、休日、休暇及び服務は任期の定めのない職員と変わりません。一方、政策参与は、県政における重要課題の解決促進に資することを目的に設置され、知事が特に命ずる事項について調査研究し、知事に進言することを職務としており、その身分は特別職の非常勤となっております。同じく、括弧4の i、政策調整官の支援行動についてのご質問にお答えします。政策調整官は一般職として地方公務員法の適用を受け、同法上の義務及び規律に服することとなりますが、一般論として
失礼しました。政策調整官は一般職として地方公務員法の適用を受け、同法上の義務及び規律に服することとなりますが、一般論として職員が個人的に何らかの思想、信条等に基づき特定人を支援することを直接的に制限するような規定はありません。政策調整官に関し、個人的な情報収集の一環として特定人の裁判状況の確認のため昼休みを利用して裁判所近くで開かれた集会の様子を見に行ったことがある等については承知しておりますが、このような行為は地方公務員法上問題となるものではないと認識しております。次に県有財産の活用についてのご質問の中の括弧1のは未利用地の概要と活用計画についてお答えします。県有の未利用地は平成30年3月31日時点で約391万平方メートルとなっております。主なものとしては下島空港残地や中城湾港新港地区工業用地で未利用地全体の 84% を占めております。県においては公有財産管理運用方針に基づき普通財産の保有は必要最小限にとどめ、行政上将来にわたって保有する必要がないと判断される財産についてはこれを全時処分することとしております。同じく括弧1の E、 未利用地の利活用計画と進捗についてお答えします。公有財産は行政目的での利活用を基本としていることから県有の未利用地ははじめに県庁内での有効利用の有無を検討いたします。県庁内で利用要望がない場合は基本的に所在市町村等に対し買い受け意向を確認し、市町村等でも買い受け意向がない場合は一般競争入札で売却することとしております。なお未利用地は毎年一般競争入札による売却を行っており、平成29年度では12件2億345万円の実績となっております。同じく括弧1のう、処分可能な未利用地の資産評価額についてお答えします。県として利用見込みがなく処分が予定される未利用地は総務部で所管しており、平成30年3月31日時点で約20万平方メートルとなります。そのうち傾斜地や狭小地など利用や売却が困難なものを除いた処分可能な土地は約12万平方メートルで、県の公有財産台帳の価格は約22億7000万円となっています。なお処分にあたっては鑑定評価を行い適正な価格で売却を行うこととなっております。以上でございます。商工堂々部長矢部森俊君。台風等の災害に強い電気通信インフラ整備についての括弧1の E の括弧 R、 電気の強靭化対策についてのお答えいたします。電気の災害予防対策につきましては、沖縄県地域防災計画において沖縄電力が実施主体として取り組むこととなっていることから、沖縄電力が適切に対応するものと考えております。以上です。企画部長川光誠一君。3の括弧1の E の括弧 E、 通信インフラの強靭化対策についてのご質問にお答えいたします。県では平成28年度までに先島及び南部周辺離島に海底光ケーブルの敷設を完了し、中継伝送路のループ化による情報通信基盤の強靭化を図ってまいりました。通信事業者においても複数の携帯基地局が相互にエリアをカバーする等により通信サービスを継続して提供できるよう取り組んでいるところです。以上です。保健医療部長砂川康君。
それでは5の沖縄県の墓地政策についてのご質問の中の括弧1のは県方浸透市町村への浸透についてのご質問にお答えします。個人墓地の散在化を防ぐためには住民の墓地需要に応えるための受け皿である公営墓地の整備が不可欠であると考えております。また早期の公営墓地の整備が難しい市町村にあたっては住民等の意向を踏まえ墓地の設置を規制すべき区域の指定や個人墓地集約化の基本方針を定めた計画を策定し同計画に基づいた墓地行政を推進していく必要があると考えております。県では平成30年11月13日に市町村墓地会議を開催しこのような個人墓地抑制に関する県の考え方を説明したところであります。以上でございます。ザハはじめ君。ザハはじめ君。知事はですね、前回で明確に答弁しなかった部分を私は聞いたんですが、知事は、安全保障上ですね、米軍施設の存在を指定しないと解釈しております。であれば、辺野古は反対だが、すべての米軍基地撤去を求めるものではないと私は確認しておりましたが、もう一度それを確認させてください。知事、玉城デニー君。はい、お答えいたします。先ほどもお答えいたしましたが、戦後73年を経た現在もなお、国土面積の約 0.6% である本県に約 70.3% の米軍専用施設が存在する状況は異常としか言いようがありません。さらに私は、一部を除いて鎖国合意も認めておりますので、その範囲の中での整理、縮小を図られるべきであるということも重ねて申し上げているとおりです。はい、ザハはじめ君。だからその答えがですね、はっきりその認めているのは分かるんですけれども、このすべてを撤去しないということをですね、これ、考えるかどうかというので、今後のですね、沖縄にとって、そして沖縄県政によって、大変大きなポイントになるんですよ。それを私は確認しようとしているんですけれども、なかなか明確な答えが出ない。後ほどのまた議論につなげたいと思いますけれども、私たち自民党会派もですね、米軍基地の整理縮小は必要である。で、地位協定の改定も絶対にやるべきだと認識をしております。その部分で問題意識を共有できるわけですけれども、むしろ、新時代に向けてですね、将来の基地政策を具体的に許容範囲や条件を示して、次の段階におけるまた整理縮小を向けた交渉も必要になってくるわけです。そういう考えはないんですか。知事公室長、池田武邦君。はい、基地の整理縮小についてお答えします。先ほども述べたことと関連しますが、昨今の合意された昨今および再編に基づく統合計画で示された基地の整理縮小、並びに在沖海兵隊約9000人のグアム移転を含む国外移転を確実に実施することが重要だというふうに考えております。ザハはじめ君。そういうですね、スケール感を持ったですね、発想も今必要とされていると思うんですよ。いつもその同じ、その境遇でですね、議論ばっかり、前進のないことばっかりだと感じておりますから、このような質問をしております。
次に、安保条約に基づくですね、2プラス2合意という、国家間の、合意についてですね、日本政府の閣議決定を、遵守するのが、まあ、法治国家だと思いますが、この、まあ、民主国家の一県知事として当たり前だと私も考えております。で、国家間条約は、まあ、ある意味では、憲法に匹敵するわけでありまして、それを遵守しなければいけない。で、先ほどのお話、議論もありましたが、その問題をですね、私はこの稲嶺知事が、まあ、容認してないというこの、この証明ですね、この、国の閣議決定を否定するほどのこの、この県としての認識を証明するものがあるんですか。地域交通省池田武邦君。はい、稲嶺知事のコメントに、ことに関してお答えします。在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取り組み、いわゆる閣議決定が行われた際に、平成18年5月30日ですが、稲嶺知事がコメントを出しております。で、その中で、この基本確認書には、政府は在日米軍再編の日米合意を実施するための閣議決定を行う際には、平成11年12月28日の普天間飛行場の移設に係る政府方針、これも閣議決定です、を踏まえ、沖縄県名護市及び関係地方公共団体と事前にその内容について協議することに合意することが明記されています。しかるに、今回の閣議決定については、県や地元関係市町村と事前の十分な協議はなされておりません。このように、政府と沖縄県及び関係地方公共団体との事前の協議が確約されているにもかかわらず、それが十分なされていないまま、閣議決定がなされたことは極めて遺憾でありますとのコメントを発表しております。ザハジメ君。その発言は、まあ、正確にあったとしてもですね、その後の閣議決定というのがですね、やはり、守られるべきであって、それは今持ち出すような話ではないと私は思っております。ですからこれがですね、今、主な理由というふうな知事の答えはですね、認識不足だと断定いたします。そこでまた施工方法のですね、問題を持ち出しても、これはそれでは埋め立て行為が反対だから辺野古移設が反対という、論理になるわけですよ。埋め立て以外ならの工法なら容認するということですか。知事公室長池田武邦君。お答えします。施工合意につきましては、今議員からもありましたが、当初、撤去可能な、という施設で15年の使用で撤去可能というのもございました。ただ今、辺野古につきましては、県外移設を求める声、そして辺野古大浦湾の貴重な自然等を踏まえて、普天間代替施設の県外、国外移設を求めているものでございます。はじめ君。まあ、沖縄県政がですね、このような、国と国との合意を守らないというこの基本的なのがですね、今の混迷を、出しているということですので、次に移ります。まあ、集中協議と安倍総理との会談につきましてですね、まあ、平行線に終わったということではありますが、まあ、この結果はですね、ある程度十分想定できる結果だったんじゃないかなと私は考えております。まあ、その前にですね、集中協議期間中に工事を中断されなかったというのが、知事にとっては計算、ちょっと計算外だったというふうなことではありますけれども、まあ、訪米の成果をですね、それをもって政府を
思いとどまされる、とどますというところが狙いだったと思うんですが、その狙いが、通用しなかったというかですね、届かなかったということに解釈していいんですか。訪米後に、総理と会談した結果がですね、なかなか政府には、届かなかったということなんですか、理解を得なかったということなんですか。知事、玉城デニー君。私は、集中協議をもって、何らかの糸口を見つけようということで、お互いが胸襟を開いて話し合う、まず私が、菅官房長官と話をし、その後、ジャハの副知事と杉田官房副長官の間で、本当に胸襟を開いて、沖縄県の現状、考え、それから、未来に対するさまざまな、これまでの歴史的経緯を踏まえた状況の説明をし、しっかりと沖縄の現状と問題、そして我々が求めているものについて、真摯に日本政府が沖縄県民の民意に向き合ってほしいということを明確に訴えることができたというふうに私は思っております。そして訪米行動はそれとは別に、沖縄の置かれている現状をアメリカで発信することにあり、さまざまなアメリカの沖縄県警、米国の住民の皆さんが非常に沖縄の問題に関心を持ち、さらに沖縄の問題についてアメリカのメディアが海兵隊員を父に持ち、日本人を母に持つ沖縄県知事はどのような考えを持ってアメリカに臨んできたのかということを、この選挙戦以前から私が当選をし、それ以降私が訪米をした時もつぶさに全米でその報道がなされたというふうに思っております。つまり私はその民主主義の普遍的な根幹を問いかけ、多くの皆さんにアメリカにおけるその世論を、形成してほしいということも含めての訪米活動でしたので、私はこの集中協議における、胸襟を開いた協議とアメリカにおける私の訪米行動についてはそれぞれ実のある行動であったというふうに思っております。ザハはじめ君。訪米行動は、有意義だったということでありますけれども、またその集中協議でですね、なかなか、その前から、会議には、会談には応じ、協議に応じるが、官房長官の考えは変わりませんと、もう冒頭から言われているんですね。その中で集中協議をしているわけですよ。で、さらにまた、総理大臣との会談でも、もう面と向かって表明されているわけですね。話は聞きますが、予定は変わりませんというふうに言われています。それこそまさに平行線であって、訪米の成果が、ここにも生かされてなかったということは明らかだと思っております。休憩します。再開します。ザハはじめ君。軟弱地盤の問題でですね、その対応についてなんですが、この変更に対するですね、申請に対する、答えがですね、見通せないという、否定的な、まだ申請も見てないのに、否定的な、見通せないと言ったりですね、変更工事自体が、勝手に試算して2兆円を超えるから、無駄な国費を投入するというようなですね、これはもう完成デマというような話じゃないかと思いますよ。これ、本当に根拠があるのかと。で、法治国家としては、行政手続きはしっかりと受け止めて、できるかできないかを答えるべきではないでしょうか。副知事、ジャハナ喜一郎君。集中協議の中のお話だと思います。まず向こうの方は、あちらの方はですね、まず我々杉田官房副長官と話をしたときに、まず辺野古移設の必要性として、政府が挙げているのは、普天間飛行場の早期の建設の除去の観点から、極力短期間で移設できる案が望ましいということで、辺野古移設だというふうに話していたわけですが、私の方からは、実際にはもう、何度も答弁しておりますが、もう5年経ってもまだ全体の実施設計さえも未完成で、最低でも埋め立て工事に5年、それから軟弱地盤に対する地盤改良工事で5年、これは防衛省が、沖縄防衛局が言ってるわけです。
そしてさらに埋め立て完了後のその後の作業で3年ということで、単純に加えても13年かかりますよという話をしました。そういったことも踏まえて、今度はですね、やはり今回の集中協議は教育委員会でやるということが前提でございましたので、あくまでも県の概略です、概算ですがということをお断りした上で、この、これは沖縄防衛局が出した、政府が資金計画書で示した埋め立て工事費用、これ2400億4000万円とされているけれども、実際には本体工事でも計画されている22箇所の護岸のうちの6箇所の護岸が外製されて、1箇所の護岸が一部のみで着工されているに過ぎないんだと、そういった中ですでにもう1428億円使われていますと、これはもう数字でございます。で、それもその上でなおかつ、着工済みの護岸工事費用の資金計画書、これに目を落とした場合にはですね、78億4000万円となって数字になっておりますけれども、実際の支払い済み額、これ928億円ということで、12倍になっていますと。単純計、これを12倍ですが、これを単純計算、仮に5倍としたときの1兆円、10倍としたときは2兆になりますよと、それに軟弱地盤で500億円の予算が追加されますとか、県外からの土砂の追加でさらに1000億円追加されます。合わせるともう2兆5500億円ですよということはですね、副長官にも資料を渡しながら説明したわけでございます。まあ、そういったことは、これはもうあくまでもお二人の一対一での中でですね、県はこういうふうに考えていますよということを示したわけでございます。まあ、それと、軟弱地盤につきましては、この辺野古埋め立てについては反対ということを明確に、玉城知事は、県民に示して当選したと。で、そういった状況では私できませんと言ってません、見通せない状況ですという話をしてですね、そういった中で本当にじゃあ、先ほども答弁いたしましたけれども、辺野古側が仮にできたとしても、いわゆる大洗湾側、これはもう残り3分の2ですが、これはできない状態になって、これは日本政府、米国政府、そして沖縄県民にとっても、どちらも得はないでじゃないでしょうかと。で、この時期にぜひ立ち止まって、辺野古の断念を、政府はおいて判断、決断し、そして新たな代替案をですね、検討すべきではないかということを申し上げたわけでございます。伊沢一君、辺野古を反対するあまりにですね、そこまでやるということは、少しこのトップのですね、政府交渉としての行政手続きのあり方がこれでいいのかと本当に思う次第であります。次に、匿名移植の件です。基地問題に特化した県の要職であるということです。そのしかしながらですね、日頃から私どもにはこの動きが目に入りません。情報が入ったのは裁判所前でですね、基地反対運動で刑事被告になった方を激励する集会に参加している。調整官は先ほどもありましたとおり、特別職ではなく、地公法が適用する一般の公務員であります。公務員としての行動に問題があると私は思っております。総務部長はそうではないと言っておりましたが、このようにですね、すると、県職員に示しがつかないんですよ。一般行政職ですよ。近年の沖縄の公民の多くが地方法を逸脱してですね、政治活動をするゆえんだと私は思っております。知事はこの現実をどう見ているか、あるいは、調整官に伺いますが、このように私が指摘していることに対してどう考えておりますか。それともそれと同時に12月13日の判決があると思いますけど、そこにも行くんですか。総務部長、金城弘正君。行くんですかと聞いてるんですよ。まず地方法の話がございましたので、それ答弁させてください。先ほど、答弁でもですね、制限するような規定はないと、合わせて調整官が、議員がですね、ご指摘の件につきましては、いわゆるその、情報収集の一環でやっているということで、特に
特定によるサイバーの状況を確認するという情報収集ですね。でしかもそれ昼休みを利用してやっていると。で特にどういうふうな状況かというのを把握したというふうなことでですね、こういったことについてはですね、いわゆる特定によって支援しているというわけではございませんので、それについてのいわゆる地交法でのですね、いわゆるその制限する規定もございませんし、抵触するものではございません。政策調整委員吉田勝弘君。私はですね、昼休みに裁判の公判があるということで、聞いておりましたので、どういう状況なのかなということで、その裁判の状況、そこを、なんというか、情報収集というか、情報を得たいと、そこに参加をしたということであります。ザハはじめ君。地交法に抵触してないと言ったら、どうして昼休み時間に行くんですか。総務部長、金城博正君。はい、地交法に抵触いたしませんので、いわゆる一般論でございますけど、職員が個人的に何らかの、いわゆるその思想、信条等ですね、そういうふうな、ものを制限するものもございませんので、あくまでその情報収集で、いわゆるその昼休みに行くということはですね、何ら問題はないということでございます。ザハはじめ君。聞き慣れない情報収集の仕事ということではありますけれどもね、そういうことで、じゃあどういうところでも行けるわけですか。情報収集という名目をすれば、一般公務員として不適切な場所でも行けるわけですか。情報収集であれば。政策調整官吉田勝弘君。ですね、私は基本的には基地問題だとか、いろんな問題についてはですね、現場の状況を把握する、そしてその把握したことをですね、行政や政策にどう生かすかということが、私の仕事の一部にもなっていると判断しています。ですからこの裁判の公判は昼休みしかやっておりません。裁判の公判は公判のその事前集会ですから、そういうところを昼休み行っていろんな方々と面会しながら意見交換もしているということであります。ザハはじめ君。地交法に抵触しないと総務部長が言ってますので、堂々とやればいいんじゃないですかね。昼休みじゃなくて堂々と行かれてやってください。あと県所有のミリオン地の資産価値は、莫大でありますね。あれは、固定資産の価格だと思いますけど、実勢価格としてはすごい莫大な金額になると思います。売却して、財政の改善やですね、子育て教育等に、財源捻出が困難な事業のために、そういったものを基金に充てるような、政策も必要だと思うんですよ。県内の土地需要は、旺盛ですから、これを民活のですね、自立経済の呼び水にするためにですね、民間に遊休資産を売却するというのはですね、得策だと思いますよ。課税客体も増えるしですね、自主財源の確立にも十分に強化とつながるわけです。そういう考えがないかというのが質問の趣旨ですが、どうですか。総務部長、金城博正君。はい、お答えいたします。議員のですね、ご指摘のように県においては普通財政の保有は最小限にとどめるべきというふうなことを思っております。当然ながらその行政上どうしても将来にわたって必要ということがなければですね、それはしっかり売却をしていくと。ただ売却にあたってもルールがあって、その県庁内で行政財産として利用しないか、またその後市町村等で利用がないか、それでもない場合には議員ご指摘のようにしっかり資産価値をですね、鑑定評価を入れて、売却につなげていくということで、毎年度一般財あ売却を進めておりまして、例えば、先ほど29年度の分は言いましたけど、
例えば25年でですと、11件で7億9600万円の売却とか、平成26年度では6件で2億6600万円の売却等々ですね、ずっとその必要がないものについてはですね、しっかり売却して、いわゆるその県のですね、財産に入れているところでございます。ザハはじめ君。いや、どうも消極的ですね。県や自治体がですね、必要以上に資産を持つべきではないんですね。これこそ経済発展の阻害なんですよ、この狭い沖縄で。沖縄県の場合は補助金やですね、優遇措置が比較的多い中でですね、こういうダフ付きな資産を持っているとですね、この県政の行政改革の本気度が疑われます。ですから、ひいてはですね、次期振興計画に影響する可能性もあるんですよ。ですから、この辺をですね、しっかり取り組むようにというのが私の、質問です。もう一度答えお願いします。はい、総務部長、金城博正君。はい。繰り返しになるかもしれませんけど、県としては普通財産の保有というのは、必要最小限ということでございます。先ほどの答弁で、391万平方ほどあるというふうなご答弁を差し上げましたが、その主なものは、下島空港の残地が主なものになっておりまして、それだけでもう310万平米ございます。当然ながらその必要、いわゆる保有が必要でないというものについては、しっかりですね、計画的に処分をしていきたいというふうに考えております。ザハはじめ君。那覇広域に、ある線引き制度の問題ですけれども、それをですね、なんとか大幅に改善する、あるいは撤廃するために、その、方法はないんですかね、要件はないですか、その声が多いんですよ。市町村、南部市町村、あるいは中部地域も多いんですが。土木建築部長、上原邦貞君。区域区分を廃止する場合ですね、先ほども答弁いたしましたが、基盤が整っていない地域のばら立ちですとか、スプロール化といったさまざまな問題が懸念されます。市町村の意見が最も重要でございますので、意見交換をしながらですね、しっかり適切に対応していきたいというふうに考えております。ザハはじめ君。はい、何度かこれは議論しておりますけれども、これ実際の雇用をですね、ぜひ拾い上げていただきたいと、強く思っております。あと個人、墓地の件ですけれども、これもですね、今、県が声を上げてですね、先導を取らないと、この市町村に権限移譲したばっかりにですね、なかなかこの、個人墓の、散財化が止まらないという現象があるんですよ。そこをどう考えてるんですか。保健医療部長、砂川靖君。はい、24年に権限移譲したときにですね、それまでは毎年のように、市町村の担当者を集めて会議してたわけですけれど、権限移譲後、そういうのが途絶えてしまいました。で、28年に、ザ議員よりそういうご指摘を受けまして、で改めて今回、11月にそういう会議を行ったところでございます。で、我々としましては、その指針策定後、計画を策定した団体も35団体ございます。それから独自に公営墓地を整備した団体も10団体ございありまして、一定程度、その県の考え方、抑制する考え方、浸透しているのかなというふうに思われますけれど、ただ依然としてですね、その個人墓地の許可が増えているという実態ございますので、さらに市町村と連携しながらですね、この個人墓地を抑制するような考え方、浸透を図っていきたいというふうに考えております。ザハはじめ君。行政だけではなくですね、県民にもですね、この沖縄県の個人墓地というのが特例であって、それをですね、いつまでもそれを散財化してはいけないということをやっぱり浸透していかないといけないんじゃないでしょうかね。そういう考えはないんですよ、ないんですか、この 県として県民にそれを、感化するという感知するということですね。保健医療部長、砂川靖君。はい、その辺の周知活動も含めてですね、今後市町村と連携して
取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。